はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は3月の18日で月曜日です。空はね、雨です。今ね、雨降ってきました。ということでね、キューちゃんはね、今日は休みです。キューちゃんね、もう行かないって言ったんですよ。今日はいや、連れて行こうかなと思ったんですけどね、もう雨がね、降りそうだったんでね、やめました。寒いし、昨日すごい暖かかったのにね、なんで今日またこんな寒いのって感じで。そういうとね、嬉しいお知らせがあります。メインチャンネルの方が登録者数が、53万人に行きました。ありがとうございます。これもね、皆さんのおかげです。本当ね、感謝しかないです。ありがたいことです。もうね、風がきつくてね、この動画はボツになるかもしれません。いや、ほんとね、53万になってね、嬉しいことです。なかなかね、やっぱ50万人超えてからはね、増えていくのはね、難しい。まあ、増やすことがね、目的ではないんですけど、一つのね、やる気のバロメーターとしてって感じです。今日のニュースはね、全くないです。もう最近ね、ニュース全くないんですよね。ということでね、なんか考えてたんです。喋ろうと思ってたけど、考えてたんやけど、ま、ほんまに忘れました。何だったんでしょう。あ、そういうとね、高圧洗浄機ってあるでしょう。あれ、僕、去年やったかな、買ったでしょ、年末で。あれでね、車をね、ちょっとだけやってみたんですよ。僕の車ってボロいでしょう。ボロいっていうか古いでしょう。ほんで、ちょっとだけやったんですよ。ほんならね、塗装がね、ベリベリベリって剥がれたんですよ。いや、これね、ほんまにね、やったらあかんっていうことが分かりました。塗装がついてるとこはやったらあかんのですよ。これ家のね、外壁もね、やったらめぐれたんですよ。まあ、遠くからやるんならまだマシですけど、まあ、近くからやるとね、ほんまにベリベリベリってね、剥がれてまう、塗装が。ということで、車の塗装はね、剥がれちゃいました。あれは車には使っちゃいけませんね。使うんなら緩くしないとダメです。昨日ね、AI ってあるじゃないですか。この話絶対面白ないけど、チャット GTP っていうのが AI があるんですけど、マイクロソフトにもね、AI があるんですよ。まあ、チャット GTP でもいいんですけどね、そこのチャットでね、ハツとキューちゃんとジュンちゃんのね、イラストを描いてくれって書いたんですよ。AI に頼んだの。そしたらね、自動生成してくれたのよ。自動で描いてくれたの。で、最初に出てきた絵はね、もう全然似ついてない感じなの。似てないの。それがだんだん学習していって、純ちゃんはクリーム色でとか、情報をね、変えていくとね、だんだんマシになってきてね、変えてくれるんですけど、
背景をね昭和っぽく変えてくれとかもね、まあいけるんですよ。AI の話ってね、ほんまつまらんのですよ。要するにね、チャットで命令するわけですよ。これを変えてくれとか、この計算をしてくれとか、このゲームを作ってくれとか、そうしたらね、自動的にやってくれるわけなんですけど、イラストに関してはね、面白い。リアルすぎるイラストやったら、ちょっと可愛くしてくれとか、まだ書いたら書き直してくれるんですよ。という感じです。けいちゃん待ってたー、せんちゃん待ってたー。はい、今日のご飯ができました。今日のご飯はもち麦のご飯にかぼちゃとあのひじきでしょ、あと これはあのヨーグルトにバナナとレーズンです。これね、かぼちゃはねもうねあのできたやつです。買ってきたやつとこのひじきも買ってきたやつです。もうね、このバナナとヨーグルトとレーズンがもう美味しいんですよ。これはもう美味しいです。このかぼちゃですよね、なんかこれ大丈夫かな。普通のかぼちゃ全然甘くはないけど味はちょっとついてます。キューちゃんはソファーにいます。ハツはこたつの横にいます。ジュンちゃんはハンモックで寝てます。はい、今日はこんな感じです。ジュンちゃんちょっと買い物行ってくるわ。ちょっと待ってて。ハツも待ってて。キューちゃんも待ってて。ハツちょっと待ってて。キューダル来た。はぁ、じゃあ来たー。でんちゃん待ってたー。でんちゃん、はい、買い物から帰ってきました。今日はね、そんなね、もう買ってないです。はい、そば、播磨そば、これがね200円ぐらい、これちょっと安い。しらす、これが安くなってて359円、高い。こんにゃくのこれ味噌おでんとかいうやつなんですけど、これがね100円ぐらい、まあ普通かな。はい、人参、これ3本ででかいのがこれが250円ぐらい、まあちょっと高い。はい、ニラ、これが98円、これ安い。納豆、
これがね、120円ぐらい、ちょっと高い。国産。もう一つと同じのが国産。あとはアイスコーヒーが日本です。1本100円です。で、こっちがせんべい。これが140円。これちょっと高い。あとイカフライ。これが60円。これちょっと安い。卵ね、また買いました。これがね、150円。もう今卵安いんです。ひじき。これがね、98円。これも安い。あとね、揚げ。これが、これも98円。安い。ブルガリアのヨーグルト。脂肪ゼロのやつ。これがね、150円。まあ普通かな。もう一個、ひじき。これが98円。牛乳1本。220円ぐらい。高い。シャンプー。これがね、250円ぐらいかな。まあ普通かな。あと、欲しいものスティックタイプというのがあったんですよ。これがちょっと高い。200円でした。もう高いけどしゃあない、これは。あとはケチャップ。これが160円ぐらいかな。前ね、これね、98円ぐらいやったんですよ。でも値上げして160円ぐらいになりました。高い。で、洗剤、洗濯用の洗剤が、これがね、450円ぐらい高い。もうしゃあない、こればっかりは。今日は全部で4000円ぐらい行きましたね。もうね、いい、特別ね、いいものっていうのはないです。まあ、これぐらいですかね、この欲しいもん。もうね、コーヒー買いに行っただけなんです。で、ついでに買っただけやで、こんな感じです。ハーツー、ハーツー待ってたー、ケイちゃん待ってたー、てっちゃん、てっちゃん待ってた、てっちゃん。肉系はね、全くないです。まだ残ってるんで。今日もね、なんかコロッケとかね、唐揚げとかね、惣菜がね、並んでたんですよ。ずらーっとね。もう俺がね、ちょっと美味しそうでね。でもここはね、我慢しました。という感じです。はい、今日はこんな感じです。じんちゃん、今頃来たの？もう終わったよ。